一般路線車貸切車行きつきバスターミナル行きつき自動車有限会社は長崎県平戸市行きつき町里面に本社を置く路線バス貸切りバス事業者である通称は行きつきバス平戸市の行きつき島及び平戸島の一部で路線バスを運行するほか貸切りバスタクシー事業自動車販売事業なども行っているここ経由 黒瀬経由全路線とも、長崎県内複数社で、利用可能な IC 乗車カードは一切利用できない。また3区パスは、運営委員会に加入していないため利用できない。平戸線は、行きつき大橋が開通した1991年8月から、西越自動車が路線撤退した2003年10月まで、行きつき自動車と西越自動車によって、共同運行されていた。 西小江自動車は、平戸行きつき線として、行きつき一部三橋平戸三橋間のほかに、行きつき島から佐世保駅前までの直通便も単独運行していた。ほか、行きつき島の高校生の通学路線として北松、農業高校前、平戸高校前までの路線も運行していた。なお、平戸と内の中野から薄港別道、平戸三橋間は、2013年9月までは、 西小江自動車が中野線として路線を維持して、行きつき自動車との競合区間となっていたが、同年10月に廃止され、現在は平戸市中心部の薄港別道、平戸3橋間のみが西小江自動車と競合している。現在の行きつき自動車の平戸高校線とほぼ同じ運行区間である。行きつき自動車と西小江自動車との間では、 普通乗車券は共通で使えたが、回数券、定期券は共通で使うことができなかった。しかし、平戸市のなお教官高校の生徒のみが購入することのできる、両者共通の回数券があった。なお教官高校の生徒のみだった理由は、その他の平戸高校や北松農業高校、鹿町工業高校へ行き着きから行くためのバス路線が、西越バスの単独運行区間だったので、 行きつきバスを利用する生徒はいなかったためである。現在は行きつきバス単独運行のため、共通回数券は廃止されている。自社発注した日野の中型、大型車が中心だが、納品バスから移籍した三菱の中型車も存在する。一般路線車の塗装はアイボリージにマルーン、金色の2色の帯。貸切車の塗装は白地に青色の無様 行き着きバスの運賃表示器は一部の車両を除いて幕式である。平戸線の車両は幕式で整理券番号1から30までの表示ができる。三崎線及び小型車両は幕式で整理券番号1から15までの表示ができる。小型車両の運賃表示器は手動である。ありがとうございます。